イメラジオ第四千六百三十八回。今日は令和五年二月十三日月曜日です。時刻は午前十時。横浜港北曇りの朝となりました。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて月曜の朝、今回お話しするのは保守にとっての LGBT です。 LGBT は結局同性愛をする人たちでその同性愛を保守がどう捉えるかというそんな問題ですね。基本的にはその LGBT の方が異性間であの 結婚すすするる人人恋愛をする人、まあ、これは普通のパターンですよね異性間で男と女で結婚をする恋愛をするというお方たちとこの LGBT 同性間であの、まあ、好きになったりする人は同じ自由を持っていいしまあその人たちを差別してはならない。 男同士で住んだっていいんじゃないですか女同士で恋愛して別に悪くはないと思います。日本には古来から男色っていうそういう、まあ、文化もあって割と位の高い人たちがその男同士で愛し合うっていうそういうあのなんか伝統もあるわあった。 ただしそれは主流にはなっていません。で保守にとっての LGBT 保守は文化や歴史や伝統や時間性を重んじるとはいえさっきお話ししたように男色の文化もある男色のまあ伝統と呼ぶのか そういう日本文化になれば、日本文化は結構 LGBT に寛容で、その自由もある。だからそれを、君たち一緒に行っちゃダメだと、同性愛の人に言ってはいけません。当たり前です。差別もするべきでないと思います。つまり LGBT だからといって、就職はできないとか、LGBT だからといって、 何かかの組織に入れないとかそれはあってはいけないでしょうね。ただし法制化法律で同性婚を認めるかどうかこれについては慎重な立場を取るべきだと私は思っています。異性間では恋愛をしたりそして結婚する権利があるわけですね。 じゃあ同じ権利認めろよ。同性愛者にも。ということで、同性愛の人にも男、男男、女女で結婚する権利を認めるかどうか、これは慎重にするべきでしょう。つまり、法的に男と男が結婚できます。法的に女と女が結婚できます。これは今まだ、 その社会がそこまで成熟してはいないな私はそう思います。あと保守であるのならばやはりそういう男同士で結婚する女同士で結婚するというそういう伝統はありませんから全くで。何度も言いますがその男色とかそういう伝統はあった伝統というのか文化はあった。 けれどじゃあその男色の人たちが結婚をしていたか性質とかありえないでしょ側室とかで性質側室というのはあくまでも男女だったはずです近代において結婚制度が敷かれても当然その単位は男女だったはずです同性愛の文化はあった けれど法的にこの男と女があの結ばれるということはノーマルであっても男と男があるいは男とい女と女が法的にその結婚という単位を作るっていうのはそんな伝統も歴史も時間制もない。ですから まあ保守にとっての LGBT というそういうお話しておりますが自由は認める同性愛の人にねそれは当然ですよ一緒にいたいならいて構わない共に暮らしたければ大いに結構人目気にしないならそれは自由です誰に迷惑をかけているわけでもありませんそういう人たちを差別すべきでもないけれど 同じ権利異性愛の人と同じ権利つまり法的に結婚ができるこれはちょっと今は無理なんじゃないかと私は思っていますこの点では LGBT の人への権利を私は制限しているのかもしれませんねなんで制限するんやと一緒やないかとけれど さっきも話したように法的にあるいは社会的に認められた単位として同性愛が日本に根付いたそんな歴史は一つもないそんな伝統もないただ何度も言いますが男色というそういうまあ風習と呼ぶのかなんか流行りと呼ぶのかそれはありましたね。 そして近代においても男と女が一つの単位でそして同性愛の人はまあこっそりやっていたわけだねそしてそのこっそりやっていたその抑圧された形式をもっと自由にやろうよというのが最近のお話で自由にやっていいと思いますよただし法律としてそれを認めるのはまだ早い 日本国憲法にもなんか「良性」という言葉が出てきますよね。男女とということですまああれが典型的にその今までの考え方を表しているわけですよ。良性の平等とか良性の合意とかああいう話ですね。法律で認める。 これは社会的に認知された形でその男男女女というそういうカップルを一単位として認める今日本社会はそれが広く受け入れられた状態にはなっていないそして保守は伝統や文化や歴史やというのを重んじるからには今までそんな例が ない以上自由は認めるけどそして今見てみたいに抑圧された状態は解放すべきだろうけど同じ権利を認める異性愛と同性愛の間にそれはまだ早い今はすべきでないこれからどうするかはこれからの人に任せる未来の人もやっぱりちょっとねと思うんだったら 先延ばし、先延ばしていいと思います。それで、L. G. B. T. の方々が。何か特別な。実際的な害を受けることはない。私はそう思います。一緒に住みたかったら、住んでいいんだから。で、実際私たちもですね。その異性間で結婚した場合。ね、異性間で結婚した場合。まあ、子供ができるという点で、非常に。 強い単位と家族はなっていきますがまあそうでない男女の場合はどうですか子供がいないとちょっと想定して男女の場合には結構結婚してていいるかかか。どどうかなのかどうでもいいカップルになってきませんかそしてそのカップルだったらつまり子供がいないカップルだったら結婚してようがしまいがあるいは夫婦が同性であろうが別姓であろうがそれ結局戸籍だけの話やんっていうふうに 子供ができるからそして子供ができてみんなが同じ苗字になっていくから家族という単位が実体を持ったものとしてあの認識されそしてその時異性婚というのはやっぱり何て言うか強力だよねと強い力を持つよねというふうになります。 同性婚では子供はできません。養子を取るという方法もありますが一旦それはのけておきましょう。子供ができないっていうことを考えたら実は法的に結婚ができるかどうかっていうこと自体はあまり意味がない。それは子供がいない異性間の夫婦見てても大体いいそんな感じですよね。だから夫婦別姓どころかそもそも結婚せずに異性間でですよ。子供がいないんだったら一緒にいたって全然それはあの役所に届けてた。 その法的に認められた結婚の場合と実質何にも変わりません。例えばゲイの曲っていうのが音楽に回ってねゲイソング。で、あの実は音楽の分野ではゲイの人多いんですよ。洋楽でいうとカルチャークラブのボーイジョージとか。 あれはワはムのジョージ・マイケルとかあるいは J−POP でもあの「どんなときも」とかっていう槙原さんですよねあの方もゲイですよねという感じであと文学ではまあ、きつつしているのは三島由紀夫でしょう。その ゲイが生み出すそういう作品っていうのがそのゲイだからこそ非常にあの輝くそういう作品になり得ている例はいっぱいあるんですよだからその差別っていうのはよくないねで自由っていうのはあっていいよねただ法理的にそれを認めるかどうかはあの保守としては 伝統だか文化だかに乗っとると慎重にやっとかないととしかも子供ができない同性婚婚というか同性愛者になれば法的にその結婚を認めるか認めないかはあまりどうでもいい話じゃないのイメラジオ今回は LGBT 問題についてお話しました月曜日の朝です